平野翔のプロ意識と天然な一面が融合サンピープル一枚ニュート見どころ平野翔の次なる挑戦サンピープル一枚ニュートでのルービックキューブパフォーマンス平野翔さんという人物を初めて知った時その柔らかな笑顔と穏やかな雰囲気にすぐに心を奪われました彼のパフォーマンスや司会を通じて見られる人柄の良さや優しさが多くのファンを引きつけてやまないのは明白です 最近の特番「サンピープル一枚ニュート」ではその魅力が一段と輝いていました特に家族みんなで楽しめる番組としての位置づけが新鮮であり懐かしさを感じさせる要素と現代的なエンターテインメントが見事に融合していました平野さんの司会ぶりは控えめながらも場を盛り上げる存在感がありそのプロ意識には簡単せざるを得ません Hulu で放映されていたこの番組をリビングで見ていると 家族が自然と集まってきました。ルービックキューブを使ったパフォーマンスに挑戦する平野さんの姿には、彼の真剣さと同時に天然な一面が垣間見えました。特に、ルービックキューブを手に持って戸惑う姿はとても可愛らしく、また彼の誠実な性格を感じさせました。その瞬間瞬間に見せる表情や言葉遣いが、見ている人々に笑顔をもたらすのです。彼がマイクを通して、 ぐちゃぐちゃにしますね、といった場面も、プロとしての自覚とユーモアが感じられました。昨夜の司会平野賞は特に印象深く、彼の多面性を感じさせるものでした。様々な表情や仕草が見られるのは、ファンとしてとてもうれしいことです。そしてその多面性こそが、彼を応援する楽しさの一因となっています。平野さんの MC としての姿は、変に前に出ることなく、 優しく穏やかな雰囲気を保ちながら番組を引っ張っていくものでした。これには多くの視聴者が好印象を抱き彼のファンになった人も少なくないでしょう。私自身も彼が一生懸命に MC を務める姿に心を打たれその優しい表情や態度に惹かれました。平野さんの次のパフォーマンスが待ち遠しいという声が多く寄せられていますがそれも当然のことです。 彼の持つポテンシャルの高さは一朝一夕で築かれたものではなく、日々の努力と真摯な姿勢の賜物です。そんな彼の姿に、私たちは勇気づけられ、感動を覚えます。番組内でのパフォーマーへの敬意を払った対応や、瞬時に発せられる秀逸なコメントも、彼の魅力の一部です。パフォーマーを茶化すことなく、むしろ引き立てるようなコメント力には目を見張るものがあります。 サンピープル一枚ニュートという番組自体も非常に面白く、様々なパフォーマンスが見られるのが魅力です。平野さんと渡辺直美さんとの掛け合いも絶妙で、番組全体を通して楽しませてくれました。第1回が成功したということは、今後第2回、第3回と続くことが期待されます。彼らの MC ぶりは、笑いを交えつつも真摯で、視聴者に安心感を与えるものでした。 番組中で見られた影のパフォーマンスも素晴らしく、特に最初のスワンの影絵は印象的でした。観客の期待を超えるパフォーマンスが次々と披露され、その度に会場は盛り上がりました。優勝した影絵女子さんのパフォーマンスも見事で、彼女たちの努力と才能が輝いていました。平野さんのリアクションも可愛らしく、出てくる言葉はいつも適切で場を和ませるものでした。 このような番組が家族みんなで楽しめるのは本当に素晴らしいことです。平野さんの MC としての安定感と安心感、そして彼の柔らかな笑顔が視聴者に幸せな時間を提供してくれました。直美さんとの掛け合いも笑いに溢れ、番組全体の雰囲気をさらに良くしていました。彼女の演者に対する心配りや距離感の取り方も素晴らしく、平野さんと共に番組を盛り上げていました。 平野翔さんの魅力は、その多面性にあります。彼のパフォーマンス、司会としての姿、そしてプライベートで見せる天然な一面が、すべて一体となって彼の人柄を形成しています。視聴者やファンにとって、彼の存在はまさにエンターテインメントの一部であり、その笑顔や優しさに癒されるのです。次のパフォーマンスがどのようなものになるのか、期待が高まるばかりです。このように、 平野さんの魅力は多岐にわたりますが、その根底には彼の誠実さと努力があるのです。彼の姿を見ていると、私たちもまた頑張ろうと思える力をもらえます。今後も彼の活躍を見守り、応援していきたいと思います。そして、彼の次のステージがどのようなものになるのか、心から楽しみにしています。あなたは平野さんの次のパフォーマンスが見たいですか私はもちろん、 ずっっととと見続けてていいいいたたい思ままますす平野翔さんのパフォーマンスには常には常新たな驚きと感動が詰まっています彼の演技や歌ダンスだけでなくバラエティ番組で見せる素顔や司会としての才能も多くの人々に愛されています特に印象的なのは彼がどの場面でも自然体でいることですそれが彼の魅力の一つであり見ている人々に安心感を与えます 彼の一挙手一投足が観客を魅了し、次の展開を期待させるのです。平野さんは、どのような状況でも自分らしさを失わないことが強みです。これは簡単なことではなく、彼の内面の強さと誠実さがなせる技だと思います。彼のパフォーマンスには、常に真剣さと情熱が込められており、それが見る人々に伝わります。彼がルービックキューブを手にして戸惑う場面や、 影へのパフォーマンスに見える姿からも、その純粋な心が垣間見えます。また、彼のプロ意識も非常に高いです。どのような小さな瞬間でも、彼は自分の役割を全うし、観客に最高の体験を提供しようと努力しています。例えば、マイクを通しての一言一言が計算されたものでありながらも自然に感じられるのは、彼の経験とスキルの賜物です。 そのような彼の姿勢が視聴者やファンに対して深い感動を与えます。家族で楽しめる番組という点でも彼の存在は欠かせません。彼の優しさと温かさが画面を通じて家庭に伝わり、家族全員が一緒に笑い、楽しむことができるのです。特に彼の自然体の笑顔は見る人々を幸せにし、その場の空気を一変させる力があります。 区の人々が彼を応援する理由の一つです。家族が集まってリビングで一緒に彼の番組を楽しむ様子は、彼のエンターテイナーとしての力を物語っています。平野翔さんは、単なるパフォーマーではなく、人々を引きつける力を持った存在です。彼がスクリーンに登場するたびに、視聴者は彼の一挙手一投足に注目し、次に何をするのかと期待を寄せます。 これは彼が単なる芸能人としてではなく、心から楽しんでいる姿を見せることで、観客との間に特別な絆を築いているからです。彼の一挙一動が観客にとっての新たな驚きと喜びを提供し、それが彼のファンを増やし続ける理由です。例えば、影絵のパフォーマンスでは彼の想像力と繊細な演技が光りました。最初のスワンの影絵は、 彼の優雅な動きと美しいシルエットで観客を魅了しました。このパフォーマンスは彼の多彩さを示すものであり、見るものを感動させる力があります。また、ルービックキューブを持った手の仕草や、戸惑う姿も観客にとっては魅力的であり、彼の人間らしい一面が垣間見えます。平野さんの MC としての才能も見逃せません。彼の司会進行は、観客に安心感を与えつつ、 番組全体をスムーズに進行させる力があります特に渡辺直美さんとの掛け合いは絶妙でありお互いの個性を引き出し合うことで番組をより一層楽しいものにしています彼の言葉選びやタイミングの良さは視聴者にとって心地よく笑いと感動を同時に提供しますサンピープル一枚ニュートは家族全員が一緒に楽しめるエンターテインメントとして成功を収めました 平野さんの優しさと穏やかな司会進行が番組の雰囲気を和やかにし観客にとって忘れられない時間を提供しました特に子どもたちは彼の温かい笑顔や優しい声に引きつけられ夢中で番組を見ていましたレゴのパフォーマンスに大興奮する子どもたちの姿は平野さんが全世代に愛される理由を物語っています